はい、どうもこんばんは、パジャマ姉さんです。今日はですね、お宝サイングッズを紹介したいと思います。2つあって、まず1つ目がこちら。じゃじゃん、見えますか？これね、東方神起チャンミンのサインボールです。これはですね、ここにメモってる2015年2月26日ウィズツアー東京ドームで撮ったサインボールです。これ、ね、間違いなくチャンミン私に向かって投げたからねえ、みんなそう言うよね、私に向かって投げたってみんな言うよね。でもね、絶対私の場合はね、本当なのまあね、これね、どういうシチュエーションだったかというと、席がね、1階スタンド席のそんなに遠くない10列目ぐらいだったと思うんですけど、で、私に向かって投げてくれて、チャンミンが、本当で、バーって私のね、真後ろ、椅子の後ろに落ちたんですよ。それをね、もうバッて取って、やばい、取ったよって一緒に行った友達に、取ったよって。でもね、後ろを振り向けないそーっとバッグに入れて、はーって、わーって、こっそり友達にね、取ったよって、こんな感じでした。まさかね、取れるとは思ってなかったから、いやーね、こんなことあるんですねはい、でですね、もう一つがこれです。じゃん、見えますかね。4人全員のサインが入っている、CD になります。これ、なんていうの、海外版のアンビションズの CD で、 CD アルバムです。これはですね、いつどのようにゲットしたかというと、私ロンドン2017年12月13日だったと思うんですけど、ロンドン公演に行きまして、その時に、ミート&グリートっていうものに参加してまいりました。その時に本当は、ハグできます、一緒に写真撮れます、多分ねサインもしてもらえるみたいなんですけど、その時は人が多くって100人ぐらいいたので、ちょっとサインはね、時間ないからごめんね、今日できないって言われて、その代わりサイン入りの CD もちょっとこれあげるから、みんなちょっと今日はサイン勘弁してねっていう説明でした。なのでマジで、CD もらえるのみたいな感じでもらいました。一度もね、まだ聞いてないし、どれが誰のサインかね、ちょっと分かりません。はい、まあ以上、私のお宝サイングッズでした。ではまた、パジャマ姉さんでした。